アンドレイ・エシュチェンコは、ロシア・イルクーツク出身の同国代表サッカー選手。ポジションはディフェンダー。FC スパルタク・モスクワ所属。初期の経歴1984年に、イルクーツクで生まれた。しかし9歳の頃に両親を交通事故で亡くしている。2003年、地元のクラブである FC ズベズナ・イルクーツクで、プロデビューした。2005年に FC ヒムキに移籍。 当時チームは一部リーグ所属ながら、ロシアカップでは、ベスト16で FC ルビンカザンを破り、決勝で PFC チェスカモスクワに敗れたものの、準優勝を果たした。ウクライナ時代ヒムきでの活躍が認められて、2006年、ウクライナの強豪 FC ディナモキエフへ移籍。2006年8月に FC ディナモモスクワへ、レンタル移籍した関係で、一旦ロシアへ帰国し、 4日の FC トルペド、モスクワ戦とのモスクワダービーで、プレミアリーグデビューを飾った。2007年前半は、ディナモキエフのリザーブチームで9試合に出場したが、同年夏に FC ドニプロドニプロペトローシク、2009年に FC アルセナルキエフへレンタル移籍していた。ロシアへ、帰国2011年夏、プレミアリーグに昇格したばかりの FC。 オルガニジニノブゴロドに移籍し、12試合に出場した。2012年1月、FC ロコモティフモスクワに移籍。すぐさま左サイドバックの定位置を確保し、ロシア代表歴のあるレナとヤンバエフをベンチに追いやる、活躍を見せた。2013年1月12日、FC アンジマチからへの移籍することが、ロコモティフ公式サイトやアンジ公式サイトで伝えられた。 2016年6月16日、FC スパルタクモスクワに移籍することが発表された。2012年9月11日の 2014FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選イスラエル戦で代表初キャップを刻んだ。2014FIFA フフワールドカップ本戦のメンバーにも選出された。ありがとうございます。